ケムトレイルをお送りしたいと思いますケムトレイルとは化学物質を意味するケミカルと痕跡を意味するトレイルを組み合わせて作られた混成語でございます。 長時間残留する特殊な飛行機雲のことを指します。このケムトロエルは一般人には秘密にされている邪悪な意図で高高度に飛行する航空機から空中に散布された有害な化学物質や生物兵器であるとする主張がありますこの主張者たちは通常の飛行機雲は比較的速やかに称賛しますが 長時間残留している飛行機群は別の物質であるに違いないと考えており、それをケムトレイルと呼んでおります。そしてケムトレイルが散布される目的として、太陽光の管理、気象制御、心理操作、人工抑制、生物戦争、科学戦争、及び生物学的、科学的物質の実験などを挙げており、 ケムトレイルが呼吸器疾患やその他の健康被害を引き起こしていると推測しています。つまり、そういった人体に何かしらの悪影響を及ぼすために何かの物質を飛行機が巻いているというわけですよ。ケムトレイルはいわゆる陰謀論と言われているものですが、このチカゴチベローズチャンネルではこういったものを即座に陰謀論だ。 と否定せずに実態を探求し科学的考察をしてみたいと思いますではまずケムトレイルの証拠と思われる写真からお見せしたいと思います飛行機の中にタンクが並んでいるんですよねこのタンクの中に散布する化学物質が入っていると言われておりますちなみにこちらはエアバスですね それからこちらの方がボーイング747なんですけど普段だと着席椅子があるところにタンクがずらりと並んでいますタンクとタンクをつなぐパイプがあるじゃないですかこのパイプを伝って飛行機の外に化学物質液体みたいなものを流しそうですよねそれからねこちらの画像も面白いんですけど飛行機の主翼があるんですけど黄色い矢印がついているところに何かパイプがついてるんですよ これが、ね、吹き出しノズルなんですよね。さあ、このケムトレイル陰謀論派の主張をご説明したいと思います。ケムトレイルは飛行機から空中散布された化学物質でありまして、繊維の糸のような形状であったり、バイオ活性物質やポリマー微粒子、アルミニウム、ケイ酸バリウム、インフルエンザウイルスなどが含まれているとされていたり、 超微細なロボットやセンサーが含まれているなど、様々なバリエーションがございます。これらの散布された化学物質による影響を上げますと、様々な病気を発生させたり、健康に被害を与える、気象をコントロールする、温室効果があり、地球温暖化の原因になっているなど、様々ございます。 そして、誰が何のために散布しているかなんですけど、ケイトレイ・リンボー論派の主張によりますと、 まず特権階級が健康被害を起こす物質を散布して人口の削減を狙うというものがあります食料機や石油危機などから特権階級の人々を守るためにこれまた失礼な言い方なんですけど必要のない人を選別して人口を減らしていきます また、統一世界を作るために、作物に影響を与えて、この地域ではこの植物しか育たないというような感じに世界をコントロールしていきます。また、政府と製薬会社が結託して利益を得ているという説もございます。 政府と製薬会社が手を組んで健康被害や作物被害を起こし散布した薬剤の影響で出た患者や作物に対して新たな薬品を作って利益を得るというものでございます例えば世界中の人が特定の病気に感染した場合また世界中のある作物が病気になって育たなくなった場合 例えば、ね、世界中にある小麦が同じ病気にかかって育たなくなったそういった場合にですね、一社の製薬メーカーのみがその特効薬を作っているとしたらその製薬会社は莫大な富を得るわけでありますこの製薬会社と政府が結託して政府は、ね、化学物質を飛行機で撒いて儲けが出た製薬会社からいわゆる賄賂を受け取るということですよ ということで、ここで通常の飛行機雲のできる仕組みをご説明したいと思います。ジェット機などのエンジンから出る排気中の水分、あるいは翼の金棒の低圧部が原因となって発生する。つまりこれは何かが燃えた煙、肺炎ではなく、雲なんですよね。 このうちエンジン排気中の水蒸気に起因するものの方が長く空中に安定して残る傾向がございます。 航空機の燃料は、レシプロエンジンの場合はガソリン、ジェットエンジンの場合は灯油をベースとしたケロシンが使われております。いずれも主成分は炭化水素でございまして、炭素は燃えて二酸化炭素になり、水素は燃えると水になりまして、水蒸気として空中に放出されます。放出された水蒸気は、もともと大気中に存在する水分と合わさり、 空気中の微粒子等を核として水滴に成長します。さらに高高度の低温の下では氷結して飛行機雲となります。このため日本とかアメリカとかヨーロッパといった中緯度ですと上空5000メートルから1万3000メートルの高度に飛行機雲は滞在することが多いです。 つまり飛行機雲は局所的に発生する雲ですので、曇りの日が一日中曇り空が続くように、飛行機雲が長時間残留することは何も科学的に特殊な現象ではなく、ごく普通のことということになります。飛行機雲の周囲で風がなく、気温があまり変化しない条件だと、より長時間残留しやすくなるということでございます。 ちょっとここで飲み物を飲まさせてくださいはい、お待たせしましたそれではここから私近くの考察に参りたいと思います このケムトレールの陰謀っていうものが出てきたのはアメリカ空軍の報告書というものなんですよ。1996年にアメリカ空軍が気象をコントロールする目的などで飛行機から空中に化学物質を散布することもできるというような言い方で報告書が書かれているんですけどその散布というところだけ世の中に広まっちゃってえ飛行機でそんな化学物質を撒いているのっていうような噂が広まってしまったんですよね。 まず人口削減のためにケムトレイルっていうものを巻いているっていうふうにケムトレイル陰謀論者さんの皆さんは主張されているわけじゃないですか。ということでこの1996年から去年の2020年までの世界人口の推移というものを見てみますとなんと20億人も増え続けているんです。ですから少なくとも人口抑制目的でのケムトレイルの散布は全く 全く効果を上げていないということになりますそれからですね特効薬の話あったじゃないですか道理師も 昨年から例のウイルスの件があるじゃないですか。ですけど、いまだに特効薬らしい特効薬がないですよね。最近のニュースによりますと、何かの薬がやっと承認されて、今年の冬ぐらいから日本でも使えるようになるみたいな話もあるんですけど、もしこのケムトレイルの陰謀のように特効薬を作っていったとしたら、まさにこのウイルスの案件、大儲けのチャンスじゃないですか。もうワクチンよりも早く特効薬が世界中にすごく高額でね、 公開されていたと思うんですよねですからね準備していたとしたらちょっと遅すぎますよね1年も私たち待たされたじゃないですかということで少なくとも、ね、今回のウルスの件はキムトレイルとは無関係だったと思われますよねそれからですね飛行機雲は上空5000メートルから13000メートルという高高度で残りやすいと ですからねこの辺りの高高度で化学物質を散布しますとちょっと地上に到達する間に拡散して薄くなってしまうと思うんですよ。ですから望まれる効果を得にくいと思うんですよね。ちょっと非効率と思うんですよね。それからですね特権階級が必要のない人を選別しして削減しようと,しているということはその地域をピンポイントで狙う必要がありますよね。 ですけど、そんな高高度から散布すればね、風向きによってはどっち行くかもからないんじゃないですか。 特権階級の皆さんが住むパレスとかに降っちゃう可能性も十分にあるわけじゃないですか。ですから、そんな高高度から散布するのはちょっとおかしいんじゃないかなと私は思います。それからですね、さっきのタンクの並んでいる飛行機の写真ね、これ私がちょっと検索しただけで出てきたんですよ。本当にね、検索1分、2分もかからずに。という感じで証拠写真や噂がここまで広まってしまうと、 これちょっと、ね、陰謀が隠し通せないですよね。機密保持的にはちょっと細末だと私は思うんですよ。と申しますのもね、陰謀の決定的証拠をもし掴まれてしまった場合、政府は大失態となるわけですよ。責任の球団は免れなくてね、選挙で覆されちゃって、政権交代みたいな事態になっちゃう可能性大いにありますよね。 そんなリスクを犯してまで、このケムトレイルの散布、やるべきことなのかなっていう疑問はあるんですよね。同じ、ね、人口削減とか健康被害とかっていった目的を果たすとしても、もっと別のうまいやり方があるんじゃないかと思うんですよね。もし私が国家の大悪人だとしたら、実際大悪人なんですけど <laughs>。 もし私が国家の大役人だったら、有害な化学物質や生物兵器を航空機から空中に散布するとしたら、飛行機雲として長時間残留して見えるような物質は絶対に巻きません。証拠が残らないように見えない物質や見えてもすぐに消える物質をばらまきます。 ということでね、このケムトレイルの陰謀論が、信憑性がかなりゼロに近づいてしまいました。しかしですね、現在出回っているケムトレイルの情報の信憑性がゼロに近いというだけの話でございまして、これとは別に見えない物質を巻いている可能性もございますし、過去、現在ではなく、これから未来に化学物質が巻かれる可能性も十分に存在するわけですよ。 何しろ航空機から空中に何かの物質を散布するのって簡単じゃないですかですかね私は陰謀論自体はあまり肯定できないんですけど可能性は十分にあると思いますなので航空機から空中に散布するよりも低コストでより簡単なケムトレール論が狙う目的を達成できる方法が見つかるまではケムトレールに対する疑念は続くでしょうね ということで、先ほどのタンクの写真をもう一回見てみましょう。この写真なんですけど、タンクが並んでいて、後ろに何か蛍光ジャンパーっていうんですか、ユニフォームを着た怪しい作業をしている人たちがいますね。画面の手前の方には、タンクを制御すると思われるマウントラックに積まれた機材が並んでいるんですよ。なんですけど、この写真実は合成写真なんですよ。 というのも、この動画の冒頭でお見せいたしましたエアバスの写真なんですけどこの写真を元にしてラックマウントの機材を合成してのっけてここに数名の係員をのっけたということでですねこの動画の冒頭でお見せした2枚のタンクの写真はこれ実はねバラストタンクと言われるものなんですよ。 航空機のテストフライトにおいて乗客や貨物の重量をシミュレーションするために搭載された 重りが先ほどのタンクなんですよ。これ中は水で乱されているんですよ。そして複数のタンクをつないでいるパイプっていうのは、これどういうことかというと、乗客とか積み荷が飛行機の左半分とか後ろ半分に偏っちゃったっていう場合に、飛行機の挙動にどう影響するのかというようなテストに使われるので、こっちのタンクからこっちのタンクへ水を移動できるように作られているわけです。 先ほどネアバスキのバラストタンクの加工写真が、ケムトレイルの証拠として出回ったわけなんですけど、ここでね、加工写真を作られる方々に対して、近くの提言がございます。陰謀論を信じさせたいなら、加工した写真を使うんじゃなくて、修正なしの元の写真をそのまま使って、これが証拠ですって言い張る方が、よっぽど信憑性が高くなりますよ。<laughs> ね、人間、嘘をつこうとすると、嘘を正当化するために、どうしても過剰に証拠を付け加えたくなっちゃうんですよね。例えば、バミューダトライアングルってあるじゃないですか。私の過去の動画の方にも投稿してますけど、本当に実際にあって 行方不明事件と紛れて捏造したニュースとかも入っちゃったりしてるんですよその捏造されたニュースで有名なものを一つ挙げますと SS コトパクシ号っていうものがあるんですよねこの SS コトパクシ号が90年ぶりに発見されたというニュースが数年前に流れましたその時に出回った証拠写真があるんですけど選手のところにコトパクシっていうふうに書いたんですよね これが発見された時の姿っていうことでネットニュースとして流れたんですよ。なんですけど、この写真もね、実は合成写真なんです。こちらが合成写真の元になったんですけど、この写真は何かというと、 映画、未知との遭遇の一シーンに出てきたコトパクシ号の映像なんですよね。こういった感じで、加工した写真だとすぐに分かってしまって、このコトパクシ号が90年ぶりに発見されたっていうワクワクさせられたニュースが一気にガスネタだとバレてしまったんですよね。戦隊にコトパクシと書かれた写真を使いたかったからだと思うんですけど、インターネット社会は検索をかければ加工写真の元ネタなんてすぐに 判明してしてまうわけなんでもしね、このエセンスク白死号発見のニュースで添付された写真が、どこの船かわからないようなボロボロの座礁船を加工なしで写した写真でしたら、そのニュースが信じられたかもしれないですし、ケムトレイルの証拠写真も、加工前のタンクだけの写真が広まっていたら、私もこれ信じていた可能性があります。ということで、ね、もうちょっと考えた上で、ね 私たちをワクワクさせてほしいと思います。<laughs> <laughs>